みんなのおかげだよ。さあ、行こう。みんなのおかげだよ。はっ、開始だ。みんなのおかげだよ。開始だ。Oh, yeah!
なんとかなったね。なんとかなったね。
症候群が治った患者はいる。それなのに千歳…本当なの、エリカ…エリカの話を、そんなくだらない嘘で、仲間を奪う奴は誰である。仲間でありながら裏切るならな。お前も真田と同じか。それなら消される前に消してやる。
攻略。またデジモンを食べて力を取り戻す気だよ。落ち込んじゃダメだよ。リュウジがきっと前よりアルカディモン。それはどう。デジモンと人間は影響し合う。人間が暗い思念に囚われている。デジモンの力はいびく。デジモンと人間にはそういう負の力。だからあれは正真正銘。長くなるから説明は省かせても。やり忘れたことがあんのを思い出して。ま、いろいろあったなって。少し前から見ていたんだ。こんな見た目だがそこそこ強い。それにあいつは俺と一緒だ。それなら俺決まり。ねえ彼、心配しなくてもデジモンは約束できねえけど。冗談だよ。
やがる。
ックモードオン。体がうずきやがる。来やがる。
体がうずき上がる。大したことねえな。オタクモード、オン！いっけー！
攻略。みんなのおかげだよ。
よう、うま俺にも分けてくれよ、リュウ。そのった、お前。後輩相手に意気がってんじゃねえよ。お前が本当に倒して、はあ、そうだ。お前が俺と千歳が居場所を失うことも、すべては、お前が俺たちを裏切ってから狂い始め、何度も言わせんじゃねえ。みんなお前を望んでいた。お前が柔道のトップであり続ければ、俺たちはバラバラにならずに済んだんだ。それを、それがお門違いだっつんだよ。俺一人いなくなったくらいで消えるチームなら、それほどに惜しい居場所だったん。自分にできないもの。それができたら、俺じゃ、サナダ。超えてんじゃねえ。アルカディモンが下がってな。お前のせいで。
離れて。
みんなのおかげだよ。さあ、どうして柔道を捨てたんだ。みんな、俺じゃダメだ。なぜ理由も言わず去っていった。言わなかったんじゃない。どうしてチームを続けられなかったのか。でも今なら言えるぜ。俺はな、リュウジ。何？仲間を失ったのはずっと前から。俺には人の上に柔道の仲間はアンダーゼロで仲間を失った時だから、柔道からに俺をもう一度リーダーにと。柔道を離れたのはそなた。それに自分にはできないって。お前リーダー向いてると思う。俺はこれから昔見捨てちまったダチを。そうしなきゃ。何も。そんなことが。柔道。ああ、俺は俺の居場所、俺の用は済んだ。今さ、フーディエのリーダーとしても。かばったれんなよ。またよしさんに頼んで病院から連れ出し。ギャグ、警察に言うとせ。ああ、そういうこと言うし。何、人様に迷惑かけまくってんだ。エデンでは飽き足らず、東京中で暴れ回るとか何考えてんだこのタコ。いくらハッカーが不法者だからって限度ってもんがあるでしょうか、ボケ。しかもお得意様のザクソンの幹部ボコボコにしやがって。俺たちこれからどうやってフーディエ切り盛りしていくつもりだっての。ハッカーつったって一応客商売なんですけど、分かってますか、そこんとこ。そんなんだからお前ネットカフェの経営だって俺が何度もフォローする羽目になるんでしょうが。そうだよ、しかも店だよ店。前回ってお前シャレになんねえだろうが。修繕費いくらすと思ってんだ。デジモンによる再開って何、何再。保険屋さんにどうやって納得してもらえばいいんだっつうの。よりによって俺の大好きなバイトちゃんの働き口まで奪いやがって。東京のど真ん中でデジモン出してんじゃねえよ、ブワリュウジ、俺はもう大丈夫だ。ゴタクはいいから帰ってこい。兄弟泣かせてんじゃん。人さ、俺が言いたいことは俺は嘘。悪い、お嬢。みんなのせいじゃないよ。今度は私も行く。助けるったって。アルカディモンを完全に倒して。そりゃ俺だってそう。アルカディモンがどこにいるのかもわからないんだ。大丈夫、これがある。イータ。安心して、襲ったりしないから。千歳を助けた時にイーターを運べば、その情報をもとに新しい。これを東京中に配置すれば監視の目を増やせる。お嬢、寝てたんじゃねえのかよ。お兄ちゃんを助けるにはこうするしかない。
私も心配だよ、エリカ。せっかく上白優子が治療。そうだ、ここはお嬢が折れれば。リュウジが戻ってきたって。お嬢が元気じゃなく。まだお兄ちゃんを探すのが先。いや、でもさ。ダメ。そうは言っても無理。いや、絶対。お嬢、エリカ、何なの。そいやな、何してんだアホ。安心して。ミネ、ミネってどこだよ。仕方ないよ、こうでもしないと。この頑固者は治療を私がエリカで無双するし、エリカが私でも。なんかどんどんお嬢みたいになってきてんぞ。これもお嬢と。そう、つまり私のスルプ。さあさあ、今のうちにエリカを治療。そういうもんか。いいお目付け役ができたと思うとしますか。任せて。イータービットの配置も。こりゃ頼む。なあ、そんな場合じゃないの。お前、時間あったら掲示板の依頼見といてくれない。こんな騒ぎ起こしてまだ依頼が来てるかわかんねえけど、キューディーはリュウジが帰ってくる場所だ。